チガーヌはクラシック音楽の作品。モーリス・ラベルによるものとディヌリパッティによるものが知られている。チガーヌはロマを意味するフランス語である。フランス語において、チガーヌは、チガーヌ、ジタンともいい、日本で馴染み深い言葉に置き換えると、ジプシーを意味するが、現在では偏見的、差別的表現として、その使用が自粛されており、ローマという呼び名が広く使われるようになっている。 ラベルによる演奏家用教師曲チガーヌはバイオリンとピアノリュテアルの編成で作曲されバイオリニストであるイエリーに検定された。ラベルは本作を1922年に着想し、1924年4月23日に脱行したとされる。チガーヌはロンドンのラベル祭にて、1924年4月26日、 イェリーによるバイオリンとアンビジルマルシックスによるピアノで初演された。また、同年10月15日のパリ初演では、イェリーによるバイオリンとラベルによるリュテアルの演奏が行われている。晩年の彼がよく好んだように、ピアノパートが還元楽化された版も、ラベル自身によって仕上げられている。還元楽版の初演は、同年11月30日、イェリーによるバイオリン。 ガブリエル・ピエルネ式、コンセール・コロンヌ管弦楽団である。ラベルのチガーヌは、ハンガリーの地域性を持ったロマの音楽として構想されている。それは、検定者であるイエリーが、ハンガリー出身である事実と、彼女から得たハンガリー音楽のヒントを膨らませながら、作曲されたという事実から決定づけられている。スペインのバスク人の血を引くラベルは、スペインの時、 スペイン教師局、ボレロ、同家主の朝の歌などとスペインへの憧れを次々と自作品に打ち出していったが、スペインの作曲家ファリャをして、スペイン人以上だと言わしめたほどであった。ラベルの生まれたバスク地方は、スペイン系ロマが生活の場を置いてきた地域であったが、音楽の民族性に強い憧れを描いたラベルは、ここではハンガリー系ロマの音楽を独自の感性で投影し、 晩年の複雑な火星によって、非常に濃厚で熱狂的な表現が成功している。また、サラサーテ・アリストのように、ハンガリー・ロマの民族舞踊であるチャールダーシュの形式を、とって、緩やかな、ラッサンと急速な、フリスカトで構成した。晩年のラベルは、ロンドンで模様されるラベル祭のために、当初バイオリン・ソナタを書くつもりであった。しかし、イエリーの演奏を聴き、 感銘を受けたラベルは、ハンガリー出身の彼女のために、ハンガリー的な曲を書こうと思い立った。腕利きのバイオリニストとして、名が知れていた彼女なら、どんな曲でも演奏できると期待し、ラベルは構想を、ハンガリー教師曲風の即興的で、名人芸的な曲として進めた。名バイオリニストとして、パリで活躍していたイエリーとアディラの姉妹は、 ブダペストの警察本部長の娘であり、巧妙なバイオリニストであるヨーゼフ・ヨアヒムの命でもあった。イェリーは、バルトークのバイオリン・ソナタ第1番、第2番やホルストの2つのバイオリンと還元学のための二重競争曲作品49などの検定者、初演者でもあることから、彼女の地位と音楽界における知名度、そして技量と音楽性に対する、 作曲家からの信頼度が伺えよう。ある晩、ラベルとその仲間たちの集まりに、イェリーは呼ばれた。遅い時間になって、ハンガリー本場の音楽やその旋律を彼女に弾いて、欲しいとラベルは求めた。それらに、彼の好奇心はたちまち膨らみ、もっと、もっと、と、次々ねだるうちに朝になってしまい、二人を除いた、周りの者は皆、すっかり疲れきっていたと伝えられている。 ラベルは、その時得た着想をもとに、本作の構想を1922年から進めていたが、後にバイオリン・ソナタを検定された。モランジュが、パガニーニの南極24のカプリースを、チガーヌ構想中の彼に弾いてみせたことが契機となり、それを超える特別な超絶技巧を駆使した南極に、チガーヌを仕上げたいとラベルは強く思うようになった。そうして、様々な衣装を凝らすうちに、 当初の計画よりも書き込みが大幅に伸びてしまい、最終的に、イェリーがこの南極の楽譜を受け取ったのは初演の3日前だったと伝えられている。この経緯の一部については、モランジュがその著作の中で触れている。モランジュは、ラベルの最後の20年において、最も親密な友人とされていて、ラベルの家から3キロメートルの近くに住み、 急婚までされたが断ったという過去を持っており、またラベルはバイオリン競争曲を彼女に検定しようと構想していたという。1934年にオーケストラのための組曲、ツガーヌとして完成されたが、今や忘れ去られてしまった作品である。リパッティの作曲家としての活動は、概して当時の作曲界における流行を模倣した2番、戦時的なものであり、 作曲を本業とする作曲家のような職人的な処方は見られず多くの時間は雰囲気に流された音楽である。印象主義音楽の新しい響きをわずかに取り入れながらも大部分は新古典主義音楽の潮流に乗った軽やかな作風でリッパッティのわずかな作曲活動に対する評価はピアニストとしてのリッパッティよりも随分と目立たないものである。この作品も ラベルを意識するところがあって書かれたが、特筆すべきところは見出しにくい。ありがとうございます。